強制駅と同様に仮上工場スタイルの石組止森の2両ほどの長さのホームとホーム上横に待合室を持つ。周囲は稲作地帯。下側に止まったウ内側が流れる。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成手塩金庫駅は北海道手塩郡延別町和座金庫にかつて存在した。 日本国有鉄道羽幌線の駅である。電報略号はてか、羽幌線の廃線に伴い、1987年3月30日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した11月1日改定の時刻で下りのみ2本。所在地名、金峰に、上越本線金峰駅との区別のため旧国名の、弟子を付したもの。地名は、同地の小学校長。 本の間一の金と二芯が取れる海岸を願った裏を合成したものとされている。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。無人駅となっており、ホーム上の待合所のみで駅舎は存在しなかった。この駅周辺が稲作の北限である。1999年時点では、 雪よけの囲いのみが残存していた。2010年時点でも同様であった。当駅の跡地は草むらになっている。ありがとうございます。